加滅軍は朝鮮民主主義人民共和国公会、南道に属する軍。公会に張り出した加滅半島の南部に位置する。韓国側にも同盟の軍がある。公会南道の南部に位置し、南と西は海に面している。東に公軍、北東に北城軍、北にコケナダ軍と隣接する。軍域の大部分は北緯38度線以南に位置する。 現在の加熱軍は1952年に再編されたものである。それまでは、航海道に属して、現在の航軍を含み、加熱半島の南部沿岸一帯を管轄した。北緯38度線以南であった加熱半島とその周辺の島々は、日本の敗戦後アメリカ軍の進駐地域になり、行政上軽機動加熱軍として編成された。朝鮮戦争において、 加滅半島本土は北朝鮮軍が占領した。ただし、当時加滅軍に属していた白島、延べ島などのいくつかの島が大韓民国の統治下に残され、韓国はこれらの島を加滅軍としている。この節の出展1945年8月現在で、公海道加滅軍には以下の一有従面が所属した。日本の敗戦後に進駐した米軍軍政当局は、 加滅軍の北緯38度線以南の地域に、長渕軍白面、壁城軍東絵面、松林面、那須佐面、葛六面、大斜面、海南面を編入して、軽軌道加滅軍とした。このうち、白面と松林面の一部が、朝鮮戦争休戦後も、韓国の領域に残った。1五十二年十二月、北朝鮮は、加滅面、北面、 西面、流線面、行為のもと、ナスもの一部、競美面の大部分で、加熱面を再編成した。現在は一流、三労働者区、尺、十四里を管轄している。ありがとうございます。